その頃、ジェハンじいさんは病気になって床についていました。ネルロや、お前が早く大きくなって、せめてこの小屋でも自分のものにして、他の一旦でも持って、近所の衆に旦那と言われるようになってくれたら、おじいさんも安心して目がつぶれるがな。と、おじいさんは床の中で何べんもこんなことを繰り返し言っていました。このあたりの百姓の望みといったら、土地を少しでも持って、村の人たちに旦那と呼ばれるようになる。それがもう何よりの最大の望みなのでした。このおじいさんも若い時には飛び出してあらゆる地方を流れ歩き、しかも何一つ儲けて帰ったというでもなく、とうとうこんなに年寄ってようやく一つところに落ち着き、やっぱり百姓は百姓の分相応な望みで暮らすのが一番だと悟って、可愛い孫のためにひたすらそれを願ったのでした。だが、ネルロは黙っていました。ルーベンスやヨーンデンスやバン・グヴィリーなどの大芸術家、その人たちの天才と同じものが少年ネルロの血にも流れていたのです。ネルロの考えている未来は、おじいさんの考えとは全く違っています。わずかばかりの土地を耕して、ちっぽけな家に住み、自分より貧乏な人や、せいぜい同じくらいの貧乏人同士から、旦那と呼ばれて満足するなどということは、ネルロにとっては思いもよらぬことです。赤々と燃える夕映えの空、うっすらとさぎりの立ち込める朝などに、遠くそびえるあの大寺院の先頭は、ネルロの心とおじいさんの言葉とは全く違ったものを告げているのでした。しかし、少年がこれを話すのは、犬のパトラッシュだけで、まるで赤ん坊にでも言い聞かすように、ゆっくり、ゆっくり、その耳に囁くのでした。車について野原を行くときにも、風そよぐ運河の岸の草むらに並んで寝転ぶときにも、決まってこれを囁くのでした。パトラッシュの他にもう一人だけ、ネルロは話し相手がありました。それは、アロアという小さな女の子で、あの丘の上の風車の家の娘で、お父さんの粉引き屋は、この村一番のお金持ちでした。アロアは、まだほんの幼い少女でした。ぽっちゃり肥えて、何か赤い花のような子でした。その、ぱっちりした黒い瞳の愛らしさといったらないのでした。アロアはよく、ネルロやパトラッシュと遊びました。野原で鬼ごっこをしたり、雪投げをしたり、野菊を摘んだり、くるみ拾いに行ったり、ある時は手をつないで教会堂へ行ったり、水車小屋の中の大きな炉端に座り込んだり、アロアはその金持ちな粉引き屋のたった一人娘でした。いつもさっぱりと可愛い着物をつけて、お祭りの時など
両手に持ちきれないほどお菓子だの、おもちゃだの、買うことができるのでした。アロアが初めて洗礼式に出かけたとき、その巻き毛の金髪の上へかぶった帽子は、おばあさん譲りのクリン織りのとても見事な贅沢なもので、万事がそういう風ですから、アロアはまだやっと12なのに、もう近所の人々の口の端に登って、あの娘をうちの息子のお嫁にもらったら、さぞいいお嫁さんになるが、などと噂されました。しかし本人のアロアは、一向無邪気な可愛い子供で、自分のうちの財産のことなど知りもせず、とにかく一番好きなのは、ジェハンじいさんとこの孫と犬とでありました。アロアの父親は、小説の旦那と言われていい人だが、少し頑固でした。ある日、彼が水車小屋の後ろの畑を通りかかると、ちょうどネルロとアロアが遊んでいました。娘が真ん中の高く積んだ枯れ草の上に座り、パトラッシュの大きな飛び色の頭を膝に乗せている。あたりにはひなげしや矢車草などと、色とりどりに散らばっていて、それをネルロが松の削り板に写生しているところでした。小説の旦那は立ち止まって、その写生を眺めました。ぽちゃぽちゃした頬、黒い瞳、不思議によく似ています。彼はこの一人娘を目に入れても痛くないほど可愛がっていたのでした。不意に彼は何を思ったか、お母さんが呼んでいるのになぜぐずぐずしているのかとアロアを叱りつけ、アロアがびっくりして泣き出すのも構わず、家の方へ追いやってしまいました。そして振り返って、ネルロの手からその板切れを取り上げました。なぜこんな馬鹿げた真似ばかりしているんだ。ネルロは赤くなってうなだれ。僕は見えるものを何でも写生するんです。と小さい声で言いました。小説は黙っていましたが、やがて50銭銀貨を一つ差し出しました。それは悪い暇つぶしというものだ。だがこれは大層よくアロアに似ているから、うちの母さんに見せたら喜ぶだろう。この金をやるから、この絵はわしにくれ。するとネルルは顔を上げ、手を後ろへやって、いいえ、僕、お金なんかいりません。この絵がよかったら、持っていらっしゃい。いつもあなたは、親切にしてくださったんですもの。こう無邪気に言って、そして少年は犬を呼び、畑を横切って、さっさとそこを立ち去りました。あの銀貨をもらっていたら、あれが見られたんだが、でも僕はあの絵を売ることはできない。たとえあれが見られるにしても。と少年は犬に向かってつぶやくのでした。その夜小説は、あの子供をあまりアロアと遊ばせちゃいかんね。後できっとと心配事が起こってくるよ。あの子供は今年15だし、娘は12だ。
それにあの子はちょっとした顔つきでもあるし。とおかみさんに話しかけました。おかみさんはストーブの上に置かれたさっきの絵につくづく見入りながら、それに真面目な子で一本気のようでもございますしね、と言いました。そこじゃて、それをわしは思うのじゃ。と小節はタバコを詰めながら言いました。本当にそうでございますね。あなたのお考え通りになります。とおかみさんは口ごもりながら、大層結構のように思われますわ。娘だってこの財産を継ぎますれば、二人の一生は安楽ですし、それに越した二人の幸せはありませんわ。だから女は困るというのじゃ、バカな。と、主人はパイプをテーブルに打ちつけて、あの子供がなんじゃ、小じきじゃないか。おまけに画家になろうなどとうぬぼれているからなお始末が悪い。これ、よく注意して、もう決して遊ばせてはならんぞ。おかみさんは、ネルルをかわいがっていましたが、気の弱い人だったので、そのまま黙って、主人の言う通りにすることにしてしまいました。けれども、母親として、娘が一番仲良くしている友達と、引き裂こうということもできず、主人としても貧乏ということ以外には何一つ欠点のない子供に対してそうむごいことを仕向けることもできませんでした。が、わざわざそんなことをしなくても小節の目的は達せられました。ネルロは男らしく静かで感じやすい少年でしたから、もうそれ以後は諦めて、たとえ暇があっても、丘の上の赤い風車の方へは足を運ばなくなったのでした。何があんなに小節の旦那の気に障ったのか、ネルロにはわかりませんでした。ただ大方、牧場でアロワを射精したことがいけなかったんだろうと思っていました。で、時としてアロワが彼を見つけて飛んできて、手にすがりつくことでもあると、彼は悲しげに微笑んで、いろいろとなだめるのでした。ね、アロワちゃん。お父さんのご機嫌を悪くしないでくださいね。お父さんは僕があなたを怠け者にでもするように思っていらっしゃるんだからね。だから僕と一緒に遊ぶのがお気に入らないんでしょう。でもお父さんはいい方で、本当にあなたを可愛がっていらっしゃるんだから、僕たちはご機嫌を損ねるようなことをしてはいけない。ね、アロワちゃん。よくわかったでしょ?とはいえそれは、悲しさ、寂しさを抑え抜いた言葉でした。ネルロにとっては、そよ風にそよぐポプラ並木の朝の景色も、もはや以前のように楽しげに晴れ晴れしくは見えませんでした。その古ぼけた赤い風車は、ネルロにとっては一つの目印で、そこまで来ると一休みするのが決まりでした。そして、行きにも帰りにも、水車小屋の人たちに元気よく挨拶すると、その低い水車小屋の木戸の上に、アロワの金髪がちらっと揺れて、
やがてアロアの小さなもみじのような手に、パトラッシュのごちそうのパンの皮や魚の骨などが持ってこられるのが常でした。が今はパトラッシュは不思議そうな目つきで、木戸が固く閉じられてあるのを眺めます。少年はさっさと通り過ぎていくが、その心の中ではつらいのでした。アロアは窓の中で編み物をしている手にほろっと涙を落とす。主人の小説は粉袋や粉引き機械の間をせっせと働きながら、いよいよ心をかたくなにして独り言を言うのでした。こうして話しておく方がいいのじゃ。あの子供はどうせ小敷みたいで、その上画家になろうなどと、とんでもない馬鹿げた夢を見ている。まかり間違えばこの後どんな不幸せが起こってくるかもしれん。用心用心。こうした間にも、レイの松の板切れは、粉引き屋の食堂のストーブの上の置き時計と十字架像の間に、大事そうに飾られてありました。ネルロは時々、絵だけがこうも歓迎されて、それを描いた自分は、なぜのけものにされるのかしらと、悲しい、寂しい思いを抱くのでしたが、ネルロは決して恨みがましいことは口に出しませんでした。一人ずっと心の中の悲しみにこらえているのが彼の性でした。ジェハンじいさんはよく彼に言い聞かせました。わしらは貧乏人じゃ。何でも神様が下されたものをそのままお受けせねばならぬ。それには良いことも悪いこともあろう。だが貧乏人は襟好みをするのじゃない。少年は黙っておじいさんの言葉を聞いていました。彼は何にもその言葉に逆らいませんでした。しかし、いや、貧乏人だって、時には選ばねばならぬこともある。偉くなる道を選ぶ。それを誰がいけないというものか。ネルロは、汚れない心に、一途にこう考えていました。ある日、運河のほとりの麦畑に、ネルロがたった一人で佇んでいると、ふとそれを可愛らしいアロアが見つけて駆け出してきました。そして、ネルロに寄り添いながら、しくしく泣き出すのでした。明日はアロアの誕生日なので、これまでならネルロを招いておいしいごちそうをしたり、大きな納屋で遊び回ったりして楽しく過ごせるはずなのに、今年に限ってお父さんもお母さんもネルロを呼んではいけないと言い渡されたのでした。ネルロは優しく少女にキスをして、そして深く胸の内に決心したことをささやくのでした。ねえ、アロアちゃん。僕もいつかはきっと偉くなってみせますよ。やがて時が来れば、お父さんが持っていらっしゃる僕の書いたあの松の板切れだって、あの大きな銀を出しても買えないほどな値が出ますよ。そうなったら、お父さんだって
戸を閉めて僕を入れないようなことはなさらないでしょう。ただ、アロワちゃん、僕を忘れないでね。忘れないでくださいね。僕、きっと偉くなるから。まあ、私があんたを忘れるっていうの？そんなこと言うならいいわ。と、愛らしく泣き濡れたアロアは、頬を膨らまして、拗ねたように叫びました。その目には、真心が現れていました。少年は、それを見ると胸が迫って、急いで目をそらしました。遥か彼方には、宵闇にほの字録、あの旧郷の大伽藍がそびえ立っていました。少年の顔には、一瞬間、何か崇高な輝きがひらめきました。アロアは、ちょっと怖くなったほどでした。僕は、偉くなる。と、少年は、深い息をしてつぶやきました。アロアちゃん、偉くなれなかったら、僕は死ぬ。死ぬんですって？じゃあ、私を忘れてしまうのね。と、アロアは少し苛立って、ネルロを押しのけました。少年は頭を振って、微笑み、背丈ほどもある、黄色に熟れた麦の影を、家の方へ帰っていくのでした。少年の目には、幻が浮かんでいました。今にきっと、幸せになれる時が来る。名をなして、再び故郷に帰ってきて、改めて、アロアのお父さんに挨拶したら、その時、お父さんは、どんなに僕を喜び迎えてくれるだろう。村の人たちも、僕を見ようとして集まってきて、哀れだった昔のことなど思い出し、余計その成功を喜んでくれるだろう。その時が来たら、ジェハンおじいさんには、あのセントジャック寺の中に描いてある偉いお坊さんのように、毛皮や紫の着物を着せてあげて、その肖像を描いてあげよう。それから、中堅パトラッシュの首には、金の首輪をつけてやり、自分のすぐそばへ置いて、集まってくる人々に、この犬が、前には私のたった一人の友達だったのです。と、紹介しよう。住む家は、あの、大寺院の塔の見える丘の上、大理石の宮殿のようなのがいい。そこへ、多くの貧乏な、寂しい、そして、大きな望みを抱いている少年たちを集め、明るく楽しい生活を与えてやって、彼らを励まし、もし彼らが自分の名を褒めたたえるようなことがあれば、いや、私に感謝するほどのことはない。ルーベンスに感謝しなさい。もし、ルーベンスがなかったら、私は何にもなれなかったろう。と言おう。こんな空想が、全く清らかにあどけなく、微笑ましく少年の胸を覆い包むのでした。このアロワの誕生日の夜、ネルロとパトラッシュは、薄暗い小屋で、まずい、粗末な夕食をとっていました。ちょうどその頃、水車小屋の中では、
村の子供たちがすっかり招かれて、明るい明かりの下で、おいしい珍しいお菓子やごちそうを頬張りながら、笛や呼吸に合わせ踊り狂っているのですから、ネルロにとっては良い気持ちのしない日であるにもかかわらず、彼はよくこらえて小屋の入り口に犬と並んで腰掛け、ね、パトラッシュ、くよくよするのはよそうよ、こう言いながらパトラッシュの首を抱いてキスしてやるのでした。粉引き場の方からは楽しげな笑い声が伝わってきます。いいさいいさ、今にだんだん変わってくるからね、辛抱をしよ。少年は未来のことを固く信じていますが、パトラッシュはさすがに犬ですから、現在うまい肉のごちそうにありつけないことは、将来にどんなたくさんのごちそうを思い浮かべてみても、それでは償いがつかないのでした。で、その日以降、パトラッシュは小説の旦那の姿を見れば、いまいましそうにうなり声を上げるのでした。今日はアロアさんの誕生祝いの日だろう？とおじいさんは小屋の隅っこの床の中から聞きました。少年は黙ってうなずきました。おじいさんがそれを覚えていたのが、少年はどんなに切なかったでしょう。じゃあどうしてお前出かけないんだい？とおじいさんはまた問いかけました。お前いつの年だって行かないことはないじゃないか。だって僕、おじいさんが病気だし。と少年はうつむいて言葉を濁しました。なんのなんの、わしのことなら気にせんで言っといで。出がけにビュレットのおばさんに頼んで行ってさえくれればすぐ来て見てくれるよ。ネルロ、お前どうしたんだ。まさかあそこのお嬢さんの悪口でも喋ったんじゃあるまいな。とおじいさんは不思議でならないのでした。いいえ、おじいさん、悪口なんか。と少年は口早に答えましたが、そのうなだれた顔は赤くなりました。なんでもないのよ、おじいさん。ただ、小説の旦那が今年は僕を呼ばなかっただけ。あの人、ちょっと僕に思い違いをしてるらしいの。だってお前、何にも悪いことはしなかったんだろう？それが、いいか悪いか、僕にはわからないんです。僕は、アロアちゃんの顔を、松の板切れへ射精しただけなの。ああ、そうか。おじいさんは黙ってしまいました。ネルロの無邪気な言葉を聞いて、おじいさんにはすっかり訳が分かったのです。老いぼれて長い間、掘ったて小屋の中に寝たきりではありましたが、おじいさんはまだ世間がどういうものかということを忘れてはいませんでした。おじいさんは優しく孫の美しい顔を
自分の胸の辺に引き寄せて、お前は貧乏な子だからの。その声はかすれて震えました。本当に貧乏なんだからの。お前もつらい目を見るの。いいえ、おじいさん。僕は金持ちと同じよ。とネルロはささやきました。実際のところ、ネルロはそう信じていたのです。自分は強い力を持っている。王様の力でもどうすることもできないほどの力を持っているように思えました。少年は立ち上がって、再び戸口に佇みました。秋の夜は静かで、高いポプラの枝がそよ風に揺らいでいます。空はおびただしい星でした。少年は目を開けてじっとそれを眺めました。粉引き屋の家の窓という窓は赤々と灯火が漏れて、時折笛の音が響いてきます。涙が少年の方を伝わりました。まだ何と言ってもほんの子供ですから悲しいのでした。けれどもにっこり笑顔を作って、なーに、将来だ。と独り言を言いました。夜が更けるまで彼はそうして佇んでいましたが、やがてパトラッシュを抱いて床につき、寂しくも穏やかな眠りに落ちていきました。